さあ、行くぞ。皆さんこんにちは、貧乏です。初回の動画のように緊張した風で行ってみました。貧乏です。今日はですね、こちらハンバーグ丼、卵2玉と生卵2玉とこの一連のミニハンバーグお3個と、エバラの焼肉のタレをねかけました。こちらがですね、もうできちゃってるかな、バリカタなんですよねこれ2分なんですよ茹で時間が。博多の長浜ラーメン、ね、田中商店さん、ね、濃厚豚骨ラーメン、ね、博多の豚骨ラーメンは有名ですよね。それでは早速いただきまーす。バリカタですからね、早く食べないとねいけないですね。あ、これ特製スープですね。混ぜます。あっつちょっと待ってよ、熱いっすね。こんな感じで細麺ですね。やっぱ博多はね、細麺がね有名ですからね。いや、いただきます。うん、いいっすね。この歯ごたえがあっていいっすね。博多ラーメンの豚骨はね、やっぱり本場ですからね。うん、で、こちらね、結構大盛りにしちゃった。卵2つと、うん、焼肉のタレと、ね、ハンバーグ。ハンバーグということで食べてみます。いただきます。うん、うまっ。めっちゃうまっ。やっぱり焼肉のタレで正解でした。はい、田中商店さんって有名なんですけどね、有名じゃないとカップ麺なんないですよね。素晴らしいですね。美味しい、濃厚、濃厚大好き。うん、あ、スープもうまっ。うん、もう流し込めるラストハンバーグ。うん、うん、うん、食べました。じゃあこのスープをちょっといただいて、濃厚、うん、食べました。ごちそうさまでした。いやー、ぜひね、博多のね、お店で食べたいですね。
博多の豚骨ラーメンということでした。それでは皆さん、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。バイバイ。またねー。